それは柳、サラリーマン。クールミー、この前の案件なんだけど。それならもう報告して次の商談の準備に入ってるよ。もう？相変わらず仕事が早い。これくらいならなんてことないよ。任せて。さすがだな。もしもし母さん、今仕事中で。すぐ終わるから。実は黒羽が上京するのよ。しばらくあんたの家で面倒見てくれない？はあ、急すぎだろ。あいつもう二十歳だろ。俺が面倒見る必要ある？あの子やっと自立する気になったのよ。だからそっちで一人暮らしするまでの間だけサポートしてほしいの。あー、なるほど。あの子就職した後すぐ仕事辞めちゃったきり引きこもってたじゃない。今があの子を更生させるチャンスなのよ。お願い柳、兄としてあの子を助けてやって。あー、分かったよ。なるべく早く部屋見つけろって言っといて。ありがとう柳、今度お礼するから。クロハ、お兄ちゃんから許可出たから、すぐ仕事探して真面目に働くのよ。ほーい、じゃあね柳、また連絡するから。そして次の週末に妹がやってきた。思ったよりいいところに住んでるじゃん。お前な、まずはお邪魔しますとか。家具も家電もちゃんとしてるのね。あ、ベッドは私が使うから、お兄ちゃんはソファーで寝てね。はあ？あとお風呂は私が先で、クローゼットも私が使うから洋服片付けておいて。あ、ちょっと待て。お前な、自分の立場ちゃんと分かってるか？居候のくせになんでそんな偉そうなんだ。妹とはいえ私は女性、それくらい気を使ってよ。だからお兄ちゃんはモテないのよ。それからは地獄だった。とにかく黒羽はわがまま放題。自分は何もしないくせに要求だけが増えていく。朝は絶対パンかシリアル、お風呂は毎日浸かりたいから洗っといてよね。あれもこれもそれも私優先にして。ここ俺の家だよな。吹き出しで息ができない。ただいま。遅い、もうお腹ペコペコ。早く作ってよ。お前いつまでここにいるつもりなんだ。就活は進んでるのか？ちゃんとバイトはしてます。お金が貯まったら家借りるから。それよりさ、お兄ちゃんの友達に富士って人いるでしょ？なんで知ってるんだ？お兄ちゃん、本名で SNS やらない方がいいよ。すぐ見つけちゃった。富士さん超タイプなの。紹介してよ。お前みたいなわがまま放題なやつを紹介できるわけないだろ。はあ？私のこと言ってんの？お前以外にいないだろ。いいじゃんケチ、だからモテないんだよ。数日後。柳、顔色悪いけど大丈夫？大丈夫、ちょっと寝不足なだけ。そう？無理しないでね。安請け合いしなければよかったな。一刻も早く金貯めて出て行ってほしい。帰ってもあいつがいると思うと。はあ。いや、くるみ！柳、どうしてここに？ちょっと帰る前に散歩でもと思って。やだ、もう変なとこ見られちゃった。甘いもの好きだったんだね。ちょっと意外。みっともないわよね、こんな食べ歩いて。いやいや、そんなことないよ。俺も甘党だし気持ちわかるって。そうだったの？じゃあせっかくだし明日の休みスイーツの食べ歩きしない？行きたいお店多くって。あ、もうもちろん、俺でよければ。翌日、くるみとの距離を縮める大チャンス。男柳、行きます。お待たせ、楽しみ。うおー、私服最高。とりあえず前から気になってるケーキ屋さんに行きたいんだけど、モナールってところ。モナール、ロゴが筆記体。あ、そうそう、なんだ柳も知ってたの？他の店にしよう。え、そこだけは行きたくないんだ。どうして？何かあったの？いや、お店と何かあったわけじゃ。とにかく嫌なんだ。そこじゃないならどこでもいい。トラブルとかではないんでしょ？だったら行くだけ行ってみましょう。どうしても名物のカッパケーキが食べてみたいの。うわー、雰囲気も素敵だし、どのケーキもとっても美味しそう。柳、ここの何が嫌なの？いやっていうか、そのいらっしゃいまし、ご注文お決まりですか？ってお兄ちゃん、嫌なのはこいつなんだよ。何デート？
うそ、超美人。え、お兄ちゃんって柳の妹さん？妹なんだ。クロハ、こちら同僚のくるみさん。はじめまして。柳にはいつもお世話に。わざわざ妹の職場に女連れてくるとかキモすぎるんだけど。え、くるみさんも兄だけはやめといた方がいいですよ。気は使えないし料理も下手だし。落ち着け俺。ここで空気を悪くしたらせっかくのチャンスが台無しになる。ちょっとお手洗いに。右奥です。あの、さっきのどういう意味？そのままですよ。あんな男と遊ぶの良くないです。兄は昔から外面はいいけど本当はろくでもないんですから。はあ、ごめん急に席立って。カッパケーキにする？うん、あと紅茶も。そういえばこの前の商談うまくいったし、祝勝会やろうって藤と話したままだったな。それだったらこの後藤も誘って飲みにしない？カンパッショーイ。同期3人って初めてじゃない？くるみしっかり定時上がりだもんね。へえ、美人で仕事もできるなんて尊敬。え、誰？お前何してんだ、なんでここに。さっきうちの店で話してたでしょ。聞こえちゃった。だからってなんで来るんだよ、帰れ。お兄ちゃんひどい。私もう20歳だよ、お酒飲めるもん。そういう問題じゃ。兄がいつもお世話になってます。妹のクロハです。はじめまして、フジです。知ってます、兄の SNS で目をつけお見かけしてたんで。フジさんって彼女いるんですか？ご趣味は？最悪だ、ごめん。フジだから、お兄ちゃんと昔から比べられて、真面目に働けとかお金貯めろとかほんとうざくって、もうちょっと妹のこと甘やかしていいと思いません？そうなんだ、飲みすぎじゃない？飲み会は終始最悪な雰囲気で終わった。二人とも本当にごめん。いやいや、柳は悪くないから。最悪だ、くるみだけじゃなくて富士にまで。ほんと勘弁してくれよ。悪夢はまだまだ終わらなかった。クロハから言い寄られてる。実はそうなんだ、柳の SNS から僕のアカウントを特定したみたいで。そういえば富士がかっこいいから紹介してとか言ってたな。あれ本気だったのかよ。重ね重ね本当にごめん。妹とちゃんと話す。よければ富士からもはっきり迷惑だって言ってもらえると。その話私も乗るわ。くるみ、盗み聞きしちゃってごめんなさい。その話し合い私も同席させてほしいんだけど。話し合い当日だから。富士は迷惑してるんだって。謝罪して SNS で連絡するのやめてくれ。なんで妹のプライベートに絡んでくるわけ？話し合いとか言って関係ないくるみさんまで連れてきてさ、一人じゃ何もできないの？お前が俺の話を全く聞かないからこうして来てもらってんだろうが。出来損ないの兄のくせに私に説教しないでよ。出来損ないはどっちの方かしら。え、くるみさん、あなたって本当に人を不愉快にさせるのが得意なのね。先日のケーキ屋さんでの接客もそうよ。ずっと楽しみにしてたのに身内の悪口をひたすら聞かされて、美味しいケーキもまずくなっちゃったし。の、私は忠告してあげたのよ。忠告ね。実のお兄さんの悪口を私に毎日言い続けるのが忠告なのかしら。ちょっと待て、毎日ってなんだ？ケーキ屋さんで会って以来クロハさんから連絡が来てたのよ。富士と同じ方法で私のアカウント見つけたんでしょ？はぁ、富士だけならまだしも、なんでくるみにまで？柳は実は女癖が悪い、地元ではさんまた知ってた、足が臭い、いびきがうるさい、しょうもないことを毎日毎日。これの何が忠告なの？お前ほんと何がしたいんだよ。俺がさんまた？男子校でどうやってすんだよ。私はくるみさんのためを思ってダメ兄と近づけさせないようにしただけよ。仮にそうだとして、なんですぐバレる嘘をつく必要があるんだよ。あなた一体何がしたかったの？お兄ちゃんが思ったよりいい生活しててムカついたの。私は地元でママたちに小言を言
本当はそのまま住み続けるつもりだったし。ふざけんな、俺だけじゃなくて母さんたちまで裏切ってるじゃないか。っていうかだとしてもなんでくるみに嫌がらせする理由になるんだよ。だってもし彼女ができたら私が家から追い出されるじゃない。だからお兄ちゃんを嫌いになってもらえればそれでいいと思ったの。彼女だろうといい感じの人だろうとどうでもよかったし。くだらねえ。だってお兄ちゃんだけずるいじゃん。真面目なだけが取り柄のくせにママたちから褒められて、そのせいで私がどれだけ厳しくされてきたと思ってるの。この程度のわがままを聞き入れるのが兄の役目なんじゃないの。真面目なだけが取り柄、それは違うわね。確かに柳は仕事に真面目だけど営業成績もトップなのよ。周りをよく見てるし人当たりも良くて責任感が強くて。そんな風に思ってくれてたなんて。むしろ仕事中に客に対して身内の悪口を言うような不真面目なあなたの方がよっぽどダメ。何もかも自業自得じゃない。親御さんが厳しくしてたのも納得できるわよ。お兄ちゃんが仕事できるとか知らなかったもん。富士さん助けてよ。黒羽さん、はっきり言おうと思ってたんだけど、僕お付き合いしてる人いるから。ちょっと待て、それ俺たちも知らなかったんだけど。うん、婚約するまでは内緒にしようって決めてたんだ。でもここまで話がこじれると。おいおい、マジかよ。相手は総務の霞だよ。あの子。あ、忘れるところだった。黒羽、自立する気がないなら面倒を見る約束はなしな。すぐ追い出すから準備しとけよ。バイトもバックれないで事前に辞めると伝えておけ。あと今回の件は母さんたちにも報告する。黒羽を追い出してから数日後、ようやく平穏が訪れた。くるみからの印象が良かったのも分かったし、それだけはラッキーだったな。一方の黒羽はというと、1年近くニートさせてそれでも上京したいってわがままを聞いてあげたのに、どこが厳しいって。そもそも飽き性で仕事が続かないなんて舐めすぎだ。今後勝手に仕事を辞めることは許しません。実家に住んでもいいけど絶対にお金を入れること。この2つを破ったら次こそ本当に家なしになるから覚悟なさい。3年後、いらっしゃいまじ。ちょっと黒羽さん、もっと元気にやってくれる？バイトだからって適当にやんないでよね。すみません。やりたいことも見つかんないわ。高校生に叱られるわ。私の人生って何？ただいま。マジか。お相手はくるみさん。式はまだ未定。おめでとう。ついにあんたも家庭を持つのね。近いうちに必ずご挨拶に。お兄ちゃんと結婚、幸せになるってこと？私はこんななのに。どうして同じ屋根の下で育ったのに。どこで差がついちゃったのよ。人と比べるのをやめた方がいいことに気づいてくれるのを願うばかりだ。